マキノ・シ像は日本の映画監督、映画制作者、脚本家、実業家である。日本最初の職業的映画監督であり、日本映画の基礎を築いた人物である。映画の父と呼ばれた D.W. グリフィスになぞらえて日本映画の父と呼ばれた。千本座の経営者から映画制作に乗り出し、300本以上の時代劇映画を制作。 尾上松之助とコンビを組み、彼の忍術映画でトリック撮影を駆使した。歌舞伎や講談、立川文庫から題材を求め、筋、抜け、動作を三大原則とした映画制作で大衆から指示を得た。その後巻のプロダクションを設立し、坂東つ三郎、片岡千恵蔵、嵐勘十郎、高木新平、月形龍之介、市川歌右衛門といったスター俳優や、 監督の絹笠帝之介、二川文太郎、井上金太郎、内田戸村、脚本家のすすきた六平、山上伊太郎らを育て上げた。1878年9月22日、京都府北区和田郡山国村に生まれる。父は、官方医で幕末の勤農派のお兵隊、山国隊の西軍里人であった、藤野一氏、母は娘義大勇士の竹本渡るな吉である。 兄と妹が一人ずついる。肖像は非着室師であったため、いよいよなの子として育てられた。いよいよなの実家は、金利御用を務める酒屋で、御社の前に家を構えていた。当時、いよいよなは、大野屋という寄せ戸へ七軒で置屋を経営しており、西人の旦那衆に義太夫を教えていた。その母の影響で肖像は、幼少時から芸事に親しみ、近所の子供たちと、 芝居ごっこに熱中していた。いよいよ名の姉弟子である、竹本綱美から義太夫を習い、中村邸笑いから芝居道の古実を学んだ。1901年、牧野家の辞書内にあった約300坪の劇場、千本座を母と共に買収、改築し、9月1日に開場した。もともと千本座は、薩摩の浪人竹内坊が持ち主となっていたが、 父の藤野が竹内と交渉した末に手に入れた。肖像は母親の経営を手伝いながら、自ら舞台に立って、ギ太夫や芝居を披露した。また、この頃に材木トンや、石橋屋の一人娘、忠だたと結婚した。その後25歳の時に、いよいよ中から千本座の経営を任され、急劇や小芝居を上演したほか、横田商会の興行で、 活動写真の上映も行った。1904年、いよいよ、名と大阪、九条繁栄座へ見物に行った際に、小野松之助を発見し、彼を招いて千本座に出演させた。同年、モルガンを雪と失恋した肖像が、その実体験をもとに書いた、モルガンを雪を千本座で上演し、大当たりする。1九百八年、千本座を活動写真工業に貸していた縁で、 横田商会の横田栄之助から映画制作を依頼される。肖像は横田よりカメラとフィルムを借り受け、本能寺合戦を撮影。中村福之助や嵐尻徳ら千本座の俳優を起用し、新女堂の境内で撮影を行った。続けて、横田の請負いで、菅原伝授手習い館、明けガラス夢の淡雪、小島光徳誉れの桜、 足立ヶ原三段目袖萩左門の場、桜田総道欠染雪を取っているが、一本三十円での、受け負いではやりきれなかったため、この五本限りで一旦映画制作を停止している。1909年、五ヶ月ぶりに映画を制作し、五番中心源寺石杖を取る。同作にはこの年に千本座の座頭となった、小野松之助用し、 松之助とのコンビ二作目の石山軍記では睨みを聞かせて大きく、見栄を切る松之助の演技が好評を呼び、以来派手な立ち回りを得意とした松之助は、目玉の松ちゃんと呼ばれて爆発的な人気を得た。肖像は12年間にわたり、横田商会と日活の二社で200本以上の松之助主演の時代劇を撮っていった。いずれも歌舞伎、講談、立川文庫から題材を撮ったものだが、 編集技術を身につけたマキノがトリック撮影を駆使して撮った忍術映画なども多く作り、子供たちからも熱狂的に支持された。1912年に横田商会と他の三社とが合併して設立された日活では関西撮影所の所長に就任した。1919年、肖像は松之助映画を撮ることを止めて彼と決別。同年7月10日に、 日活在籍のまま、三角商会を設立した。しかし、1ヶ月後の1920年に、横田によって日活に吸収され、独立は失敗に終わった。日活に戻った牧野は、日活時代劇を二部制作制にし、第一部で小林やろくに松之助映画を撮らせ、牧野は第二部で歌舞伎役者の市川姉倉を起用して、監督活動を。 1921年4月、姉倉の死去により二部制は廃止。牧野は工業映画の制作をしないことを条件に、日活を退社。6月に、当時院境内に、牧野教育映画制作所を設立した。9月には、当時院撮影所を開設し、牧野の助監督の金森番章、日活の監督である、沼田光録、同時期に制作活動を中止した。 対象活動映画の俳優らが参加して、本格的に教育映画の制作を行った。翌1922年、無名の歌舞伎役者を起用して、実録、中心蔵を取り、大ヒットする。歌舞伎や、講談の映画化に過ぎず、歌舞伎的な立ち回りが、特徴の古臭い松之助映画とは違い、斬新な演出手法を用いて、写実的な描写で描き、 谷崎純一郎は、松之助映画と比較して、映画的だと絶賛した。牧野教育映画製作所は、大活や国際活営の人材を得て、自主制作、自主配給の機能も持てるようになり、1923年には、牧野映画製作所に改装、時代劇や現代劇などの一般作品を制作していった。この時に、坂東つまをスターに育て上げ、 すすきた六平や二川文太郎などの若き映画人たちを育成した。そんな20前後の若いスタッフたちの自由な発想で作ったリアルな剣劇映画は人気を呼んだ。1924年8月、東亜キネマに九州合併され、東亜キネマ公用撮影所と当時院撮影所の所長に就任した。1925年1月、新国劇の沢田昌治郎支援の 国定ただ春を公開し、大成功を収める。同年6月、再び独立して、牧野プロダクションを設立した。1927年1月、大作、中根技列実録中心蔵の制作を開始した。大石倉之助役に候補が挙げられていた、実川遠弱、松本幸四郎が辞退し、最終的には、新派の大幹部であった、いい洋法が、 大石役に決まったものの、牧野の希望とは、正反対の演技をしてしまったり、当初、片岡智恵蔵が演じることに決まっていた、浅野匠頭を、諸口19に演じさせ、不満に感じた智恵蔵が牧野を脱退し、これに続いて、嵐貫重郎ら50名の俳優が脱退してしまう。さらに、編集中にネガを引火させてしまい自宅が全焼するなど、 様々なトラブルを引き起こし、不完全な公開となってしまう。その後、ディスク式トーキーの研究に取り組み、1929年に国産ディスク式トーキーの戻り橋を完成させている。当時陰景台にある、牧野昌造先生像同年7月25日、心臓麻痺で死去50歳没。監督としての遺作は1928年公開の来電だった。 葬儀は大室撮影所で営まれ、池永博久が葬儀委員長を務めた。この様子を映した記録映画が現存しており、東京国立近代美術館フィルムセンターが所蔵している。墓は当時にあり、墓所の前には牧野肖像先生像と彫られた銅像が建っている。死後50日を経て、当時まだ21歳であった長男牧野正弘を中心とした。 牧野プロダクションの新体制が発表されたが、肖像の妻で同社の代表取締役に就任した牧野友横を頂点とした牧野本家と撮影所の二股があだになり、賃金未払い、ストライキなど、葬儀の日々を経て、肖像没後2年の1931年に、同社は解散した。正宏は、肖像の残した37万円という巨額な負債を、 長男であるというだけの理由でたった一人で背負うこととなった。1935年、正宏は、牧野陶器製作所を設立して安価で良質な、陶器を量産、最後の一年を陶器にかけた父、肖像の遺志を継いだ。1958年、牧野の業績を追善し、更新の映画人を表彰する、牧野肖像賞が、京都市民映画祭において創設された。 2001年、右京区渦政の三好稲荷神社に、牧野正像検証費が設置された。息子の牧野正広が、老人街、第1話美しき獲物でキネマ旬報ベスト10第1位を受賞したとき、右が、薪像牧野は映画制作のモットーに、1、筋、に抜け、3、動作の3大原則を掲げ、この3つを重要視した。筋は、 シナリオのこと、抜けは撮影、現像の技術のこと、動作は俳優の演技のことである。筋について、牧野は本さえ良かったら、誰でもいい演出家になれると語っているように、脚本を特に重視しており、牧野映画制作、尾上松之助の忍術映画では、中止めや二重露光などの技術によるトリック撮影を駆使して、人が瞬間で消えたり、 動物に化けたり、空を飛んだりするといった特殊な演出を行った。そもそもトリック撮影を使用したきっかけは、ある映画を撮影していた時に、牧野がカメラを固定させたままフィルムを交換した際、一人の俳優が用を足しにその場を離れ、それに気がつかなかった牧野が撮影を続行。後日フィルムを上映すると、一人の俳優が突然と消えてしまったというエピソードからであった。 他、スピード感を演出するため1秒間に8コマという変則的な撮影法を取り入れたりもしている。牧野が育てた映画人には、内田トム、絹笠定之介、息子の牧野正宏、松田貞治、二川文太郎、沼田光六、滝沢栄介、金森番章、井上金太郎、並木京太郎などの映画監督、小野松之介、坂東つまさぶろう、 片岡千恵蔵、嵐勘十郎、月形龍之介、市川歌右衛門、高木新平、松浦月江、森静子、鈴木澄子、岡島津也子、娘の牧のてる子などの俳優、女優がいる。手がけた映画は300本以上に上るが、繊細によりその多くが失われ、現存するのは、中根二列実録中心蔵、老人街、第二部など構成に再編集されたもの数編に、 とどまる。そのため、作品の全体像を知ることは、ほぼ不可能なのが現状である。牧野が10年ほどにわたって、コンビを組んでいた松之助と決別した理由には、松之助に人気が集中し、ついには松之助が制作に口出すようになって、その態度を不快に思ったことや、松之助の映画が定続的で古臭いものであるということなどがある。 また、忍術映画のヒットにより子供たちの間では、忍術ごっこが流行したが、それにより高いところから飛び降りて、怪我をするといった事故が発生し、重傷を負う子供たちも続出した。さらにある日、牧野は子供たちに囲まれて、この嘘つき、印を結んでも危嫌やないかと罵られて、石を投げられるという出来事もあった。それをきっかけに、牧野は、 教育映画の制作を決意したという。四女の牧野ること牧野屋、牧野屋を三少将さんは牧野プロダクションの時代に生をカタカナにした牧野肖像を名乗り始めたが、囲碁自社作品に出演する息子や娘たちにも牧野生を名乗らせた。その他の親族特筆以外は監督作品。ありがとうございます。